3月10日は全国で最も多い苗字として知られる佐藤の日です。佐藤さん、ゆかりの地佐野市で開かれるイベントを前に、今日会場でお披露目される映像の撮影が行われました。佐野市にある伊豆原弁天池で撮影に臨んだのは、ダンスボーカルグループザジェットボーイヴァンガーズの佐藤ひなたさんです。 撮影された映像は、全国の佐藤さんで結成する佐藤の会が3月10日の佐藤の日に開くイベントで使用されます。撮影現場には、佐野ブランドキャラクターの佐野丸が応援に駆けつけ、池を案内したり一緒にダンスをするなどして、佐藤の会初登場となる佐藤ひなたさんをもてなしました。

佐藤の会参戦したいなと思ってやっぱり自分はあの佐藤ひなたでもありますしやっぱり誕生日も3月10日っていうことでもう佐藤まみれなんであのすごくこの回に参加できて嬉しいなっていうふうに思いますいやめちゃくちゃ盛り上がってほしいですねもう何な,ならもう1年で一番暑い日にしていただきたいですね本当に。